日は東京都北区連盟一部決勝戦、あっぱれ対城北信用金庫さんとの試合でございます。スタメンはご覧の通り、私5番サードでのスタメン出場でございます。城北信用金庫さんは東京都大会で上位に組み込む強豪、対するは天才タカ、見ていきましょう。初球はアウトローのボール球から、これも厳しいコースですがボール判定で2ボール、3ボールとなり、このコースがボール判定でいきなりフォアボールで出塁します。続く順には送りバントのサイン、きっちりと送ってワンアウトランナー一塁、打席には3番のてっぺ、先制点が欲しいところ、城北の先発ピッチャーとにかく制球力が抜群、ここはキャッチャーナイスキャッチです。そしてここで二塁ランナータカが動きます。モーションを盗みタカがスタート、てっぺいが打つ、この間にタカが一気にホームを狙い、ホームイン、先制点を奪います。さあ今のスローで見ていきましょう。二塁ランナータカがスタートを切ります。そしててっぺいは打ちますが、これがファーストゴロとなりますが、ピッチャーがベースカバー一歩遅れます。ここで打者ランナーをアウトにしようと、ファーストピッチャーセカンドが一塁ベースの方向へ走り、目を切った隙に二塁ランナータカは一気にホームを陥れ、先制点を奪うという形になりました。タカナイスラン。そして追加点が欲しいところでしたが、4番ゾエがセカンドゴロで2アウト、そしてランナー3塁で私アウトコースを引っ掛け、セカンドゴロとなり追加点は奪えませんでしたが、あっぱれ決勝戦で貴重な先制点を入れます。あっぱれの先発は北区で好調維持している竹俣、先頭バッターアウトコースのストレートでワンストライク、2球目上から落とすカーブで2ストライク、追い込んでいきます。シンカーはインコースに外れ、ワンストライク2ボール、最後もう1回シンカーで空振り三振、まずはワンアウト。そして2番バッターのワンボールから、ここは高めに打ったストレートをセンターに弾き返され出塁を許します。竹俣も言ってましたが、城北打線とてもスイングが鋭く甘いところには投げれないという印象を受けました。そして3番バッター、ワンボールツーストライクで追い込み、ここはショートゴロに仕留めツーアウト。そして4番、ワンボールワンストライクからの3球目、高く上がったフライはレフトフライで3アウトチェンジ、先制した1点を守ります。あっぱれは2回の表、相手のエラーで出塁し、1塁ランナーにはピッチャーの竹俣、ここでスタート切ります、盗塁成功、ワンアウトで得点圏にランナーを進めます。そしてライパチ、2ボール2ストライクからの5球目、ここは惜しくもセンターフライとなります。竹俣がモーションを完璧に盗み、3投転びます。
しかし2ストライクと追い込まれていたため打つしかないライパチ、ランエンドヒットという形になりましたが、惜しくもフライとなり2アウトランナー2塁。しかし9番友がきっちりフォアボール選び1番の高につなぎます。追加点のチャンス、初球でした。打球は左中間真っ二つ。打球の勢いが強すぎてエンタイトルツーベースとなり一塁ランナーの友は帰れず、しかしあっぱれに貴重な追加点が入りました。これやや真ん中インコース寄りでしたが内側からバットを出し高らしいヒットですね。ナイスバッティング。さらにチャンスは続きますが2番の純はインハイを打たされサードゴロで3アウトチェンジ。あっぱれ1点を追加し裏の守備につきます。しかし城北打線が反撃に出ます。ランナー2塁を背負う場面、2ボール2ストライクから左中間を破られます。2塁ランナーは悠々とホームへ、バッターランナーも2塁へ。作ったチャンスを確実に得点に結びつける強豪の野球をしてきます。強い。これ以上の失点は厳しい。竹俣踏ん張れるか。2球で追い込んだ。シンカーを打たせファーストゴロで2アウト。その後フォアボールを挟みランナー1、3塁。バッターは1番バッター、セーフティーバントの構えで揺さぶってきます。同点にはやらないと添えも必死に止めます。セカンドの高がさばき、なんとか最少失点でしのぎます。3回の表ツーアウトから打席には私です。なんとか出塁したいところ。そしてカウント 3-1 からきっちりとフォアボールを選びます。そして私が初球動きます。盗塁を決め2アウトながら得点圏に進みます。そしてこのチャンスに若手の翔が応えます。タイムリーヒットで1点追加。甘く入ってきたストレートを見事に振り抜き三遊間を破りました。超ナイスバッティング。さらに続く竹俣はフォアボールをきっちり選びチャンスを広げます。打席にはライパチ、もう1点追加点が欲しい。これは惜しくもファール。ライパチも必死。ライパチ返せるか。しかしここは逆球がインハイに入りサードゴロで3アウトチェンジ。しかし貴重なタイムリーが出て3対1とアッパル2点リードで3回の裏を迎えます。城北信用金庫の攻撃は1打席目でセンター前ヒットを打てる2番バッター、
追い込んでからここは三振に仕留めワンアウト。そして続く3番はこれもシンカーを打たせファーストフライでツーアウト。しかし4番には3ボールとしフォアボールを出します。上空信用金庫もやはり簡単には終わらない。そして5番バッターのこの打球がセカンドの頭上を超える。左中間をボールが点々と転がりライトのライパチが追いつきます。しかしハンブルし内野にカット送球でつながれる間に一塁ランナーが一気にホームイン。一塁ランナーの好走塁もありましたが一瞬のミスを逃さない城北信用金庫、さすがの野球です。しかし次のバッターはストレートを刺しショートゴロで3アウトチェンジ。リードを守ったまま3回裏を終了します。決勝戦にふさわしい拮抗した試合展開でしたがこの直後あっぱれ打線が大爆発します。フォアボール相手のエラーそしてヒットを絡め点差を離すとランナー2、3塁から順高めのストレートを強振しセンターの頭を越えていく。さらにこの男が見せます。高めをしばいた打球はぐんぐん伸びてなんと柵越えホームラン。そしてとどめはこの男4番添え。ツーランホームランが飛び出します。拮抗していた試合は瞬く間に13対2、あっぱれ優勝へ大きく前進します。そして最後のマウンドには兄貴、前のイニングから登板し無失点に切り抜けておりましたがしかし最後城北信用金庫さんも意地を見せます。初球のストレートを見事なホームラン。これストレート一本張りだったんでしょうが思い切りのいい振り抜き敵ながらあっぱれなホームランでした。その後ヒットを打たれるも確実にアウトを重ねていきツーアウト。そしてセンターフライでゲームセット。あっぱれ北区一部連盟春2年連続で優勝を飾ることができました。城北信用金庫さんは銀行業務などもありベストメンバーではなかったということです。たまたま今回我々が勝ちましたが来年はやられてしまうかもしれない天才以上に城北信用金庫の強さを肌で体感しました。城北信用金庫さん対戦ありがとうございました。千年ビッグウェアアップレショップやっております。おしゃれ T シャツさらにキャップ工作バカキングアップレショップ調べてください。